木村健吾、木村健吾、木村健吾、1953年9月4日隊は、日本の政治家、元プロレスラー、宮城野部屋所属の元大相撲力士、元歌手。現在は、国民民主党所属の東京都品川区議会議員、2期。本名は、木村誠英。愛媛県新浜市出身。ニックネームは、稲妻戦士。妻は、 東京都目黒区議会議員を6期務めた木村陽子。品川区議会民主党、無所属クラブ副幹事長、品川区建設委員長、オリンピックパラリンピック推進特別委員長、議会運営委員会、スポーツ協会評議員、青少年問題協議会委員、元品川区予算特別副委員長、元品川区、オリンピックパラリンピック推進特別副委員長、 などを歴任した。1969年、大相撲の宮城野部屋に入門し、木村山の四行名で同年7月場所初土俵。しかし、約1年足らずで廃業。最高位は、序二段30枚目。大相撲廃業後、1972年1月に、日本プロレスに入門し、1972年8月2日に、鹿児島県機械島中学校グラウンドでの佐藤。 秋尾戦でデビューを果たした。1973年3月、坂口誠二と共に新日本プロレスへ移籍。1978年より海外武者修行に出発し、ヒールとして活動。7月15日にはプエルトリコにて、カルロスコロンから WWC プエルトリコヘビー級王を奪取。パク中、パック長のリングネームで、 アメリカのロサンゼルス地区にも進出し、6月23日にミスター・イートウ、9月1日にロディ・パイパーと訓練ウィアメリカスタッグ王2度獲得。LA ではロス・ゲレロス、チャボ、マンド、ヘクター、ゴーリューバ、ヘイスタック・カルホーン、ペドロ・モラレスとも対戦している。12月8日にはメキシコでエル・ファラオンからウィ世界ライトヘビー級王座を奪取した。帰国後、 藤波達美とジュニアヘビー級のタイトルを争い、藤波のライバルとして人気を獲得。木村は坂口の付き人、藤波はアントニオ猪木の付き人であった。1980年7月2日にはブレッドハートを破り、藤波の返上で空位となっていた、モイ、インターナショナルジュニアヘビー級王座を獲得。以降、ピート・ロバーツ、藤波、チャボ・ゲレロ、 ロンスターを相手に防衛戦を行い、10月3日にゲレロに敗れるまで退官した。1981年9月から10月にかけては、ドイツ、当時の西ドイツに遠征。ビッグ、ジョン・クイン、ムース・モロースキー、ミレツルの、パッド・ローチ、スティーブ・ライト、エド・ウィスコスキー、ブレッド・ハート、ジム・ナイド・ハート、ゴロー・オトナカ、エイドリアン・ストリート、ザ・ユーォーなどと対戦した。 1982年よりヘビー級に転向したが、タイガーマスクや聴衆力がプッシュされる中、引き立て役的なポジションに甘んじる。しばらく活躍の機会に恵まれなかったものの、1985年5月24日、藤波辰美とのタッグチームで WWF インターナショナルタッグ王座を獲得。WWF と新日本プロレスとの提携解消に伴い、 10月31日付で、返上に至るも、12月12日に藤並と組んでアントニオ猪木坂口誠二に勝利し、e プタッグ王座の初代王者チームとなった。1986年8月には、藤並と共に、アメリカ南部のメジャーテリトリーに遠征しており、同月12日には、フロリダ州タンパの CWF にて藤並とのタッグで、ファビュラスワンズ、スティーブ・カーン&、 スタンレーンと16日にはテキサス州ダラスの WCCW にてシングルでキラーブルックスと対戦した。その後、藤並と敵対関係となり構想を繰り広げる。1987年1月14日には甲楽園ホールにて藤並対木村のワンマッチ工業が行われた。敗れた村は再起を図るべくと弁し、ベニーの下で フルコンタクトキックボクシングを習得。帰国後はパンタロンスタイルとなり、3月26日に大阪城ホールにて、プロ空手のケリー・ウィルソンと、石種格闘技戦を行い、バックドロップ、右ストレートのコンビネーションで勝利を飾った。1988年のスーパーファイトシリーズ開幕戦より、リングネームの表記を木村健吾から木村健吾に改めた。 開明後最初の試合は4月11日の後楽園ホール大会における藤原義明と組んでのスコホールクラッシャークランチキー戦でワールドプロレスリングの放送が土曜16時に移行して最初の大会だった木村の試合は放送なし。1992年8月、コシシローラと反選手会同盟、後の平成維新軍を結成し、 副将格として活躍。1993年2月には、天竜玄一郎とシングルマッチを行い、敗れはしたが天竜へのパワーボムを成功させた。体力が衰え始めた、平成維新軍会3前後には、自身の役割が長らく、やられ役であったことも重なり、露骨に弱々しさを感じさせるファイトが多くなっていた。本人もそれを自覚しており、 2003年4月18日の、後楽園ホールでの西村治とのシングル戦、キャッチレスリングルールを最後に引退した。引退試合の相手には、長年のライバルである、藤波達治を希望していたが、藤波の体調が優れず実現しなかった。引退後は新日本プロレスのスカウト部長の養殖に、月、テレビ解説も行っていたが、2006年3月27日付で、 自主退社した。新日本プロレス退社後の2006年4月、株式会社園展工業の代表取締役社長となる、母体会社の会長を直接の師匠筋である、坂口誠二から紹介してもらったと、新聞インタビューで語っていたが、2007年9月に社長職を辞し、2008年2月、都内にリサイクルショップを開業した。2011年4月、 東京都品川区議会議員選挙に出馬し、初当選。2014年に黄色人体国家賞に罹患し、手術を受けたことを公表した。2015年4月、前回より600票を上乗せし、2798票で品川区議会議員選挙に決め当選を果たした。プロレスラーには気性が荒いものが多い中、非常に温厚な性格で、 他者を押しのけてまで自己主張することがないため、プロレスラーには向いていない性格だと言われる。入団の経緯からも、直接の師匠筋である坂口派と見られることが、多かったが、チョキを崇拝している。これについてケはたびたび尊敬する人物は、人間としては、坂口誠治。プロレスラーとしては、これはもう、絶対に、アントニオイノキと述べている。ちなみに、木村は、 夫人との結婚を決めた理由を、社長、チョキの奥さん、賠償三子、当時に売り二つだったからと公言している。また、息子と孫娘の名前に、チョキのこんな漢字の漢の字をつけている。若手時代のあだ名は、一戦を越えて試合相手を怪我、させてしまうことから、クラッシャーだった。なおこのあだ名は、後に、前田明、橋本信也へと受け継がれていく。 温厚とされる一方で、切れると収集がつかないことも時折あり、無党のスペースローンウルフ時代に急遽組まれた猪木、アンドケビンホンイエリック組 VS 木村アンド、無党組では、猪木が無党を試合そっちのけで、血だるまにしたことに激怒し、試合後に、あそこまでやることねえじゃねえか。と、パイプ椅子を持って、チョキの控え室に乗り込んでいった。この時は、チョキと坂口が必死になだめた。 また、海外武者修行時には、日本人を侮辱する態度を取った、アメリカ人相手に、ストリートファイトで制裁した、同様のエピソードは、新日の後輩、前田明にもある。ファイティング TV 侍の番組内にて、稲妻人生相談コーナーをしていたこともある。1980から1990年代の、新日本プロレスにおける名女バー、負け役、引き立て役として知られる。 新日本プロレス創世期は、創設組のチョキ派、山本小鉄、先駆け勝次、柴田勝久、木戸治む、藤並達美とその後の入門組の浜田博明、荒川誠、藤原義明、クリス精神らと合流組の坂口派、栄源本の春香、木村、小沢正志、大城大五郎の派閥があり、それによって、選手の売り出し方に差が出ていた。若手の登竜門、 カール・ゴッチ・杯は、第1回優勝者が、藤並、準優勝が小沢。第2回優勝者が、藤原、準優勝が木村。第3回は、若手のリーグ戦に、ベテランの先駆けが入り優勝。木村は、準優勝に終わり、すべてチョキ派が優勝している。木村は、海外遠征に出るのも、藤並より、約3年、遅く、また4年も、 後輩の佐山悟よりも遅かった。藤波はニューヨークで w w f ジュニアヘビー級王座を獲得し、金曜8時のゴールデンタイムでテレビ放映されてシンデレラボーイとなったが、木村がメキシコで海世界ライトヘビー級王座を獲得しても大きくは報じられず、外戦帰国第一戦ものテレビであった。他者を押しのけてまで前に出ることをしない性格や、 受け身受けの演技の上手さ、さらには、レスリング技術と攻めの組み立ての苦手さなどから、引き立て役、負け役を一手に引き受けていた。木村は大技をほとんど使わず、ブック上ほぼ全ての試合で、いわゆる最終的な、勝利に結びつく試合運びをしない。相手の攻撃を受けに受けて、相手の攻めの魅力を引き出し、クロッキー状態の演技、またはダメージが、 大きいように見せることに長けている。さらには負けてもすぐに立ち上がらず、ずっと伸びていて勝利者を引き立たせるなど、名ジョバーぶりを発揮していた。新外国人の初戦で試合を組まれることも多く、木村のやられっぷりによって、その新外国人の強さが、ファンや視聴者に印象付けられた。木村のこれらの働きぶりは、プロレス団体において、非常に重要な役割であると言えるが、 木村のそれは、あまりにも弱々しさのみを感じさせるものが多かったため、批判的な評価も多い。ファイトスタイルは、タック戦においても変わることはなく、散々攻撃を受けて、グロッキー状態になり、攻撃の隙を見計らって、四つんばいになりながらコーナーまで帰って、タッチをする、もしくは、タッチできそうなポジションまで張っていくと、対戦相手に足を引っ張られながら、 リング中央まで引き戻される等が、お決まりのムーブであった。なお、足を引っ張られるときは、自軍のコーナーに手を差し伸べながら引っ張られ、タッチできる場合の生え方は大変素早い。その見た目から、効かないのではと言われるプロレス技の代表格であるが、初披露した際には、谷津義明の鎖骨を折っている。そのため以降は、当て方や高さを調整したり、ヒットする。 左すねにサポーターをつけたりという工夫をしている。それでも、まともに入った場合には、藤並達治や佐々木健介を失神させている。足の攻撃は、腕の3倍の威力が出せるという理由で、足のラリアットである、稲妻レックラリアットを開発。人差し指を掲げ、稲妻、と叫んでから技を放つことが多かった。当初は、梶原一期原作の、 悪役ブルースの主人公、吹雪純也が覆面レスラーとして使っていた技と告示していたため、ジャパニーズラリアートとプロレス専門誌で書かれたこともあったが、実況の古立一郎が稲妻のような電光石火で叩き込む足でのラリアートと叫んだことから、1983年の年末あたりからこの名前が使われるようになった。剣後は、 当時必殺技といえば、アントニオ猪木のエンズイギリ、スタン・ハンセンのウェスタン・ラリアットだった。その二つを合わせたらすごいだろうと考えたのが、稲妻レック・ラリアットとも語っている。放つ高さを使い分け、胸板を打ち抜く稲妻と喉元を打ち抜く稲妻があった。一試合で喉元を打ち抜く稲妻で、佐々木健介を出身経営をし、胸板を打ち抜く稲妻で、 聴衆力にホール勝ちした子もある。越中、木村 VS 長州、佐々木、平成維新軍事主工業。喉元を打ち抜く、稲妻レクラリアットに対しては、猪木が、俺には、あんな、危険な技を使うなとも言っていたことがある。この技は、文字通り、木村の代名詞となっており、脇役ながら確実に観客を沸かせることができた。また、稲妻は、 木村の決め台詞となっており、インタビュアーなどに、一言お願いしますとことれるとほぼ、稲妻、と答えるのがお約束である。ワールドプロレスリングの放送で、フィリピン遠征の際にいきなり木村の顔のアップが画面に登場し、フィリピンから稲妻、と叫んだこともある。1978年に、海外遠征先のロサンゼルスで、ミスター・イトーこと、 上田馬之助と訓練ウィアメリカスタッグ王座を獲得したことがある。これが後に何度も起こる上田とタイガージェット、真の仲間割れの最初の原因とされた。なお、同時期に LA をサーキットしていたロディパイパーは移動の際に木村の運転するレンタカーをよく利用していた。この当時のロサンゼルス地区、ムイ、ハリウッドレスリングでは日本での所属団体に関わらない。 マッチメイクが行われており、7月7日のオリンピックオーディトリアムの興行では、木村はミルマス・カラスと、上田はプリンストンガと対戦している。なお、アメリカやメキシコに遠征していた、サイのリングネームは、パクチューであった。パクチュー時代には、大ヒールとして、悪の限りを尽くす、すさまじいやばれっぷりで、かつてからの日本人、ヒール随一の人気を誇り、 メキシコファンを震撼させた。ルチャリブレの試合が嫌いだったこととメキシコ人が嫌いだったこともあり、現地の神様的存在のエルサントとの試合後、ふざけた試合しやがって、トサントの控室に乗り込もうとするが、佐山悟に、まずいですよと止められたというエピソードがある。発端は、1986年10月9日に開催された猪木闘魂ライブの公開スパーリング。 10月6日に、遡る。ランス・フォン・エリックとの対戦を予定されていた、武藤慶治の外戦帰国日程が遅れたことによると変更を受けて、木村が藤並への挑戦を表明したが、9月23日に、E1 ウップタッグ王座を二人で脱会したばかりであり、次期少々と藤並が対戦を拒否した。翌シリーズでも、木村は、対戦を必要にアピール。前田が、 東コライブの石格闘技戦でのダメージからシリーズを全試合欠場となり、11月3日に予定されていたイーワウップタッグ防衛戦、藤波木村 VS でに藤原義明戦が流れたことから、藤波も対戦を受諾した。しかし、10月27日の奈良大会で、藤波がコンガザ・バーバリアンにジャーマンを仕掛けた際に負傷、奥歯が抜け、 手術して元に戻したして欠場したため、対戦がまた実現せず、11月3日の代替カードはアントニーイノキケビン・ホン・エリック VS 木村武藤。次の86ジャパンカップ争奪タッグリーグでは、藤波は武藤と木村はジョージ・高野とタッグを組んでエントリーしたが、共に決勝には進めず、12月10日の大阪城ホールで急遽シングルマッチが生まれたが、 木村は、淡白な内容で藤波に、回転エビ固めで敗れた。翌1987年、新日本の新春シリーズ、ニューイヤーダッシュ開幕戦、1月2日において、木村のアピールで、藤波 VS、木村戦が組まれた。木村は試合前に、正々堂々と戦って勝つ。そして、選手紹介前に田中リング穴からマイクを取り上げ、 この試合に負けたら俺は海外に行くから。お前もそのぐらいの気持ちで来い。とコメとした。この試合のレフェリーはミスター高橋。試合はゴング前のボクシングパンチの奇襲攻撃から始まった。その後も気合のこもったストンピングなどのラフ攻撃を中心としたスタイルで藤波を追い詰めた。これは前述の大阪城ホールでの試合が、 あまりにも淡白な内容に終始して待った自らの試合運びに対する苛立ちを払拭するかのような戦い方であった。そんな意気込みはファンの間で幻の必殺技と言われていた変形のサソリ固めである足あやとり殺砲トライアングルスコーピオンを久々に見せたことにも現れている。試合終盤、デックサポーターにスパナと言われる狂気を入れたナズマレックラリアトを観光。 ホール勝ちを奪うも、反則行為が発覚して、ノーコンテストとなった。木村は、試合後に、勝つためには手段を選ばないとコメントした。翌1月3日に再戦が、即、マッチメイクされたが、藤波が暴走して、反則負けとなる。これを不服とした藤波から、再戦の申し入れが出たことを受け、1月14日、後楽園ホールで、ワンマッチ工業開催の運びとなった。 試合前半より中盤は木村の構成が目立ったが、先日の試合で見せたトライアングルスコーピオンを封じられたり、このイコンのポイントの一つであったボクシング式パンチもあまり出さなかっためか、徐々に試合合合者である藤波に主導権を奪われていった。結局終盤、勝負をかけた稲妻を藤波に空中でキャッチされ、サソリ固め逆エビ固め、バックドロップ、肩逆エビ固め、 の波状攻撃で、最後は無念のギブアップ。今度は藤波が勝利シーコンに決着がついた。この試合のレフェリーは、上田馬之助が務めた。なお、この試合は、TV マッチとして、録画中継されたが、究極まれたために、すでにタレント活動もしていた、古立一郎の都合がつかず、映像に後で実況を被せる手法が取られた。これは、音声では、解説をしている。 はずの山本小鉄がリングサイドで立ち働く姿が映像に何度も出てくるところから判明した。両者の試合運びで注目すべきは当日完全決着戦の色合いが濃かったためリング中央のスプリングが外され両者はわざと急角度でボディスラムを観光したり意識的にグラウンドでの攻防を見せたりと試合の前半は非常に原始的でオーソドックスな展開となった。 木村はロープワークの流れでカウンターでの絶妙な稲妻を見せたりした。前述の通りこの試合は上田馬之助がレフェリーを買って出たが、木村は試合中、再三上田にボクシング式パンチを制止されたり、プロレスのリングでは拳でのパンチは反則。前回の試合でかなりダメージを与えた攻撃パターンを封じられたこと、上田のレフェリングが若干スローモーで、 木村が構成してカバーに入ってもすぐにカウントが始まらなかった点も敗因として挙げられる。ちなみに木村の必殺技である稲妻を空中キャッチされたのはこの試合が初めてであった。序盤中盤、木村の構成が続いていたが藤波に絶妙なムーブで切り返されたのはまさにこの試合のハライトシーンであり木村の負けを決定づけるシーンとなったと言えるだろう。木村は 普段は、地方会場は、もちろんのこと、大会場での試合においてであっても自らの、持ち技以外滅多に大技、言い方を変えれば、観客を、あっと言わせる決め技を使わないが、この日は、トップロープ上に駆け上がった藤並に対して、つまり、上空に向かって、稲妻を観光するなど、非常に積極的な動きが目立っていた。木村の藤に対する執念は相当なものであり、 毎年の初詣で、高級車を買う、家を買う、藤波に勝つと三つの祈願と、絵魔法納をしていた。しかし初めの二つの願いは叶ったが、藤波に勝つ願いはついに叶わなかった。美声で知られ、歌手としても活動している。らしくもないぜ、デュオランバダなどのオリジナル曲が発売されている。毎年、大晦日はスケジュールを空けてあると。 NHK 紅白歌合戦からのオファーを30年以上待ち続けているが、未だオファーは来ていない。ライバル藤波の出した名曲、マッチョドラゴンを、あんな物歌ではなく、雑音だ。頭のてっぺんから、音が出ている。逆立ちしても、俺のがうまいというも、初期から、実力と人気は違うからなと言われ、売り上げでは大敗した。主に1980年代には、 バラエティ番組にも時折出演していた。タモリクラブには自身のレコード曲のプロモーション映像を作るという企画で出演した。1973から1984年に MBS 毎日放送で放送されていた猛烈。ごき教室内の吉本芸人がプロレスに挑戦するコーナーに藤波や若手選手らと不定期で出演していた。剣後が 顔が似ていると言われる、間いだに技をかけようとする際、かんが必死に抵抗。ついに捕まるが、そこで、かんぴが剣後の乳首を吸うという名場面があった。俳優としても数作に仮面を出演しており、1985年の映画、B, B、バップハイスクールに、戸塚水産高校の教師役で、1987年に中村徹主演の、 新宿受害物語に、大谷健一と共に、薬剤薬で、危ない刑事のスタッフが手掛けた、呆れた刑事第一話にもゲスト出演している。当時テレビ朝日のヒット曲の紹介番組であった、深夜番組の、若原瞳のラブリー10にもたびたび、ゲスト出演していた。また、山口良一のオールナイト日本の、レギュラーコーナー、ースペシャルに、古一郎とに、 ゲスト出演した際、古たちは、私は、このケンゴさんの歌を聴いて、クロウとハダシの、女性をも泣かす歌声。つまり、孤独と書いて、二人と読む新しい国語が生まれましたと返した。以下、リリースされたオリジナルのレコード、または CD。一らしくもないぜ、紅れないの別に、二孤独、幸せばんか。三泣きながら、I love you、札幌霊にいないと。 四二人のクラブ、愛の夜明け、ゴデュオランバダ、デュオランバダに、レジェンド・オブ・ケンゴ・木村、矢沢栄吉や川島栄号をカバー。うちオリジナル曲は、涙を渡っての一曲。妻の木村陽子は1991年に、メグロ区議選社会民主連合公認で、立候補し初当選。イゴム所属、民主党と所属政党を変えながら6期を務めた。 もともと健吾は立候補を希望していたが、まだ三十代で、バリバリの現役レスラーだった健吾は、もったいないとの理由で妻の陽子が立候補した。陽子は、その後、六期連続当選を果たしている。2004年には陽子が、ひったくりの被害に遭い、健吾が新日本プロレス事務所で、ライオンマークをバックにタイトルマッチの調印式、さながらの記者会見を行い、民放のニュースでも流された。 長男の木村博之も2007年に東京都議補選、大田区議選に立候補したが、いずれも落選に終わっている。木村本人も1998年の第18回参議院議員通常選挙に民主党から比例区で立候補した。その時、自らハーレーがビットソンを乗り回して全国遊説していた。この選挙では、 比例名簿順位12位に搭載された江本武則が名簿順位の低さに民主党の選挙運動を凍結する動きを見せたが、木村は23位という当選可能性の低い順位だったにもかかわらず、どんなにしくても最善を尽くすべきだと批判した。結局、江本はギリギリの回当選。木村は選挙前から落選が確実視され、開票5時間前に敗北宣言している。 2011年4月第17回統一地方選挙として行われた東京都品川区議会議員選挙で初当選。講演解明は稲妻クラブ。2015年4月第18回統一地方選挙として行われた品川区議会議員選挙で再選。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。